どうもレイです。今回の記事なんですけれども、オラはでっかい風呂に入る、かけがえのない温泉旅行で親孝行という記事をお送りしたいと思います。このね、記事の元ネタなんですけれども、山崎真由美さんのね、心もとろける癒しの温泉っていう記事の中の一つなんですけれども、この山崎さんっていう方ね、世界中のね、温泉をね、訪ねて宿泊施設のね、取材っていうのをね、20年以上ね、してきたそうです。ただね、この方がね、一つ大きな後悔っていうのがありまして、2012年にね、体の不自由だった妹さんを温泉に連れてってやることができないまんまね、見送ってしまったことだったそうです。まあ、このことがね、きっかけでね、バリアフリーの温泉っていうのをね、取材して伝えることをね、ライフワークにしているそうです。この山崎さんの両親っていうのは、父はもう79歳で、母は74歳。まだまだね、元気ではいてくれるそうなんですけれども、やっぱね、実家でね、両親の介護っていうのをね、意識し始めてるような時に来てるそうです。このね、山崎さんのね、お父様ね、一昨年ね、半年間ほどね、入院したそうです。ふさぎ込むね、お父様にね、治ったら温泉に行こうねっていう風に語りかけたそうです。で、3週間ほどね、ベッドにいると、足の筋力が弱まってきちゃうんで、一時はね、歩行困難になったんですけれども、お父様自身がね、病院内でね、歩く練習にね、励んでくれたこともあって、杖があればね、歩けるほどにね、回復したそうです。このタイミングを見計らって、医師からね、一時退院の許可をいただいて、日帰り温泉のね、プランを利用して、親孝行温泉っていうのをしたそうです。まあ、お父様のね、体調のこともありますから、バリアフリーのね、対応のね、貸し切りのね、風呂をね、予約したんだそうですけれども、結局ね、そのお風呂を利用することはなかったそうなんですよね。お父様はね、オラはでっかい風呂に入るって言い張って、杖をつきながらね、一人でね、大浴場に向かってっちゃったそうです。まあ、さすがにね、娘であるね、この山崎さんはお父さんと一緒にね、大浴場に入るわけにはいかないわけですから、まあ、この時にね、異性介護の難しさっていうのをね、すごく思い知ったそうです。ただね、母と、この山崎さんのね、心配をよそにね、お父様はね、いい湯だったーってね、大浴場から出てきたそうです。で、その顔はね、ツヤツヤしていて、頬をね、赤らめた、お父様の表情っていうのはね、まるでね、赤ちゃんのような、純真さがあったそうです。しかもそこにおまけがついていて、お父さん杖は?って聞くと、あれ忘れてきたってね、脱衣所の方にね、戻る有様だったそうです。本当に嘘みたいなね、話なんですけれども、これ本当の話だっていうふうにね、強調されて書かれているんですけれども、このお父様はね、自分の希望通り大きなお風呂に入ることができて、相当ご満悦だったそうです。それからね、お昼ご飯をいただいて、お世話になっている病院のスタッフへね、お土産を抱えて、お父様はね、またね、入院先にね、戻っていったそうですけれども、まさにね、このお父様はね、旅はリハビリっていうことをね、体験してくれたそうですね。で、それ以降のね、お父様の回復は目覚ましくて、めでたく退院となったそうです。で、その後ね、旅館に泊まりたいっていうね、父の望みも叶えるべくね、一泊でね、旅行にも出たそうです。このね、温泉とかね、こういう旅のリハビリっていうのですね、これの一番の大切なことっていうのは、本人の希望をね、最大限に叶えてあげることではないかっていうふうにね、この方もね、おっしゃってられましたね。いや、私自身ね、結構様々なところへね、取材という形で、古いお城の跡であったりとか、まあ、上田のこの街中のね、お寺であったりとかっていうところへね、よく出向くことがあるんですけれども、まあその中でもね、すごく体の不自由なね、ご高齢の方がね、やはりね、その場所に訪れたいってことでね、本当に杖をつきながらとか、車椅子でとか、そういうようなね、状態であっても頑張ってそこまで行こうとしている姿をよく見かけるんです。
このね状況下の中で私ねちょっと観察したことがあるんですけれども、やはり周りにいるね介護される方っていうのは、その人をねなんとかそこまで行かせるためにね、なおかつ自分の力で行かせるために時間をかけたりとか、とにかく寄り添ってね行く姿っていうのをね私は多く見かけました。確かにね急な勾配とかそういうところをね本当に登っている姿っていうのを見るとすごく辛そうなんですけれども、ただその方、私に目撃したその方っていうのは最後のねその目的地までねたどり着いたんですよね。その時の表情っていうのをね私見たんですけれども、すごくねいいやっぱ表情してるんですよ。やはりね自分の目的をね達するためにはそれまでのね苦労っていうのはね必要だと思うんですよね。でないと感動っていうのもね味わえないだろうし、そしてねご高齢だからとね言っても決して無理をさせちゃいけないっていうのもちょっと間違いじゃないかなっていうような気もしてはいるんですよね。まあ特にね介護の必要な方っていうのはねすごく過保護にねなりやすかったりするっていうような傾向があるようなんですけれども、本当にその人の希望やね夢を叶えたいっていうそういうようなね目的があるんであれば、やはりねその介護されてる側の方もねそれなりの努力をするっていうね覚悟はあると思うんですよね。それをね周りでやはりねどのようにサポートしてあげられるか、まだまだね私たちたくさんの勉強が必要なんだなっていうふうに思いましたし、こういう分野に関してもねもっと多くの方がねこうしたらいいんではないか、ああしたらいいんではないかって提唱してくれるようなね情報っていうのがねとても大切だっていうふうに思いました。まあ実際にね今の医療の分野とかをね観察しているとね、もう私たちの世代っていうのはかなりね高齢なね時期を長く過ごさなければいけないような時代に入ってきてるように私は思うんですよね。その中で仕事というね現役から引退して老後っていうのをねどのように楽しく過ごすか、こういう方法っていうのもね今からねある程度模索していくね必要があるんじゃないかなっていうふうに今回の記事をね見て強く感じた部分がありました。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。